し砂浜なの？私普通に植えちゃった。あ、でもね、一回普通に植えたらやっぱダメだったから、多分砂浜だと思う。知らなかったなり。で、ドリアンは砂浜だと逆にダメらしい。的な。そうなんだ。あ、じゃあヤシ、じゃあもうお家のさヤシさ、私普通のとこに植えちゃってなんかダメだった。じゃあ家のヤシなんとかせんと。うん、じゃあこの海に面した前方のヤシは切って、でもうちょっと後ろにすると虫が取りやすいかなって。多分そうだよね。こっから回り込むのめっちゃ大変だよね。そういえばネムにプレゼントあんだよね。ちゃんとあ、私もスーちゃんにあるんだ。なんだ、一体なんだ。だけど今は難しいな。あ、でも戻るよ全然。でもほら島時間かかりそうやから。島、あ、そういうことか。金かかるしもったいなくない。そうだね。見て見て、ランちゃんの服作ったの。あ、いいじゃん。いいっしょ。あとは、え、うまいね、さすが。あとね、これだ。ママ服。かわいい。しかもちゃんとパニー履いてんじゃん。そうなんだよ。で、このパニーのところの色変えるとリボンの色も一緒に変わるようになってる。すごくない？すげえ。これは？これスピオティ。あ、いいね。そしてこれが今着ている服。これ何？このさ、これ何？あ、これなんかお店に置いてあったやつ。ん？見て見て。見えるのかな？あ、やばい。もう始まってた。始まってた。まあ見せてるから始まってる。見える見える。見えるかな？同じ服です。ちょっとさ、ヤシの木をさ。じゃあちょっとゆめみさんがヤシの木を植えてるんで。植えてるで。わ、こ、私さ、すごいこけんだよね。こける？なんで？運が悪いらしいんだよ。え？こけたことなんかないんだけど。すごいこけるよ私。業が深いんだよ。見てみ。あ、こけないね。あ、ほらこけた。え？初めて見た。靴で。何？靴が悪いの？何何？ほら。こけっぱなし。こけまくり。こけたことなんてない。かわいそうだよね。じゃあちょっと皆さんが置いてけぼりだからなんか進めようかな。うん、そうだね。それでは、うんうん、今日も始まりましたタヌピオラジオ、うん、このラジオは夢見ネムと吉川素直による緩やかな、うん、緩やかな、あ、穴を見えるラジオで、今は夢見さんは動物の森をやっているので、まあ私もやってるんですけど、うんうん、ヤシの木が植えたぜ、よかったね。あ、またこけたよ。ほんとだ。大変なんですよ。そうなんですよ。というわけで、はい、有力な攻略情報などもお待ちしています。ね、ヤシとバナナは砂浜でいいんだよね。そうだよね。バナナ欲しい。あ、一個だけ持ってるんだけど。いっぱいあるよ。家の方にとやりたいな。虫がやっぱ高いの？虫が高い。だって虫はだいたいカブトムシとかは。スルーでいいけど、ヤシの木に止まるやつとかだいたい6000円以上だから。これなんだ、切り倒しちゃう。さあさあさあ、いやディーン。クマなのにエレガントな感じがする。ビワハゴロモってどう？そうです。お、初めて見た。あ、いや初めて見てない。それはね、普通に博物館に持っていきな。お金にはそんななんない。そうか、お金になるのは兜系。私さ、博物館にさ一回も虫入れたことないんだけど。すっげーひってあ、必要なの？結構入れてる。わかんない、私は結構入れてる。でも絵は集める気にならないの。わかりにくいんだけどね。絵なんてどうやって集めてる？うわー、バキバキだね携帯。どういうことなの？昨日割れちゃってな。へえ。思わずセロテープを。黄金クワガタとヘラクレスが12,000円、うんうん、あ、今虹色、あれ、もう虹色、なんか虹色クワガタ普通にいっぱいいんだけど、これ1万円もすんの？そう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 、そうだよ。だからバンバン取った方がいいよ。これ1万円もすんの？虹色じゃないクワガタが似てるから気をつけて。わかった。ミヤマクワガタってやつが1000円くらいだから。モルフォって2500円もすんだ。そう、モルフォありだよ。モルフォガンガン取ってありだね。そうなんだよ。全然話が進まない。ああ、
犬、犬いたよ。お、いっぱいいるよ。あー、もったいない、もったいない。後ろから行かないとダメやね。いいね、いいね。そうじゃなくて、増加物。話が進まないよ。増加物は8000円だお。ふう。ラジオへと走り出そう。あ、閉めた。しょうがないな。しょうがない。まあまあ、たった1時間さ。そうだ。もう25分分だぞ。というわけで、ラジオです。はい。吉川さんと、ミミネムのタヌピオラジオ。いやさーい。今週はですね、はい、私、台湾に行ってまいりました。でしたね。そして今日も、PV、PV 撮影、MV 撮影に、あの、ファンの皆さんに協力していただきまして、ラストシーンを撮りました。そういう感じなのね、うん、そうなのね。他のシーンはまだ撮ってなくて、今日が最初の日だったんだけど、他はまたスタジオで撮るっぽいんですが、こんな感じだったっけ？リミックスじゃなくてこんな感じ。なんか音が多い気がして。というわけで、うん、お土産、わーい、この怪しい、なんでしょう、なんか、ね、謎のね、ラーメンとかも買ってきたんだけど、怪しい。なんかね、台湾のコンビニ行って、うんうんうん、おでんとかあるんだけど、うん、おでんの横にゆで卵が大量に売られてる。別なの？別に。卵は卵みたいよ。すごいね、薬草の匂いがして、うん、真っ黒なの。へぇ、あ、ピッタ？違うの？違うの？ゆで卵、そのゆで汁が黒い。ゆで汁が漢方みたいな汁で、それがファミマにもセブンにもある。そしてこれ、でこれがね、そのちっちゃい版なんですよ。へー、うずら、うずら用。というわけで食べましょう。食べよう食べよう。怪しい。オッケー。これもコンビニで買ったんだけど、開けて、ちょっと大切っちゃう、うん、おー、うわー、これはこれむずいね。小田くん、これ開けてくんない？これ切り目入ってる。え？こら！ガーン！どうぞ一つ。わー、これ今汁が飛んでた。ちょっと。いただきます。わー。これはグルメレポート力が試されてるよ。タヌキ用の。じゃあ、とりあえず。すごい。はい、小田くん。つややかですね。いや、なんかパッと見。黒い。不思議なね、香りがしてね。なんかちょっとスイーツのような。うん、なんかあのシナ、うん、あの、マロンのような。え、嘘嘘。え、なんかさ。なんかシナモン。あ、うんうんうん、うん。シナモンロールの香りがします。卵なのに。不思議。じゃあ早速いただいてみたいと思います。はい、うん。うん。うまい。見て、うまい。すっごい芳醇な香りですね。不思議な、薬じゃないけど、薬的な、甘い甘い薬の味、なんていうの、薬の染みた卵を今いただいて。こら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 、違うよ。ちょっといい気分になってきたんで、ぶつもりやるか。あ、でもね、本当になんかちょっとシナモンとか八角の匂いがしてめっちゃ美味しいの、うん、これが普通にコンビニで売ってて、八角卵好きとしてはさ、うん、あら、スターです。おいしいです。無料のもの。台湾すごい楽しかったんですが、うんうん、なんと、うん、先ほど発表されたんですが、レンバグミンク初の海外ワンマンを台湾で開催することになったんですが、うんうん、ツアーが組まれることになりました。おめでとうございます。台湾って、うん、台湾の中にも結構あるわけですよね、スポット。そう、台北です。なんか首都、台北の中で、台北のザ・ウォールっていうところにあるんですけど、うん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 、あのね、台湾ね、行ったらね、うん、普通にね、旧州遠征みたいな気持ちだった。あ、でもちょっと知らない日本みたいな感じだった。私も写真見たけど、普通に
セブン映ってるし、あ、いや、あ、うんうん、あのファンの皆さんの精度が高すぎて、そうなんですよ全く変わりがないと思ってすごいなと思いました。なんかね、その、うん、台湾の方のファンのなんか 熱烈ぶり、うん、っていうのがすごくて、うんうん、もうね、その空港行ったらもうようこそみたいなのもしてくれて、すごいね、電波組みたいな、最初ねすごい幕があるから、うん、あ、なんか韓流のスタート乗り合わせたんかねとか言いながら行ってたら、うん、うちらのですごいみたいな感じで、うん、びっくりして本当にありがとうございます。でコスプレをねしてくれてた女の子たちが台湾の子だったんで、あのお守りお、その子たちに会えて、その写真とかいただいたりとかして、うんうんうん、すごい楽しかった。いいね、さあもうぜひ、はい、楽しみ、撮ってた映像も何かになるみたいなので、お、ぜひぜひお楽しみにしておいてください。なんとね、うん、ないもない、台湾の方からメールが来てた気がする。お、すごい、この間くれた、そう、かよかよかよ、ペンネーム台湾在住のハイテンションスマイル乙女推しさんからいただきました。あ、わかった、誰か、いやー、エータ、そのね、うん、垂れ幕持ってた人だと思う。えー、こんばんは、こんばんは、台湾ライブお疲れ様でした。ありがとう。自分は空港からはじめいろいろ参加できて楽しかったです。やはり、やはり空港から用意した3つの横断幕もしっかり効果があったので大満足です、ね、すごかった、うん、自分は2年前からディアステに初めて入店し、あの時は台湾ライブとか想像にもできませんでした。会場でのライブもそうですが、コーヒー屋さんの地下室のライブは本当に感動的で、ね、コーヒー屋さんの地下室で、うん、電波組がライブしたんだけども、うんうんうん、ファンの方ってぎゅうぎゅうで、うん、みんなサイリウム持ってくれて、うんうんうん、工場も日本語だったの、うん、あ、それの写真かな、サイリウム暗いところでいっぱい持ってる、そう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 、すごくてさ、感動した。私もありがとうね。あ、ディアステにも負けないぐらいの熱気で、うん、自分で言うのも変ですが、台湾の人なのにフューチャーダイバーのコールがよくできています。よくできています、ほんとよくできています。今からワンマンのためにいろいろ用意をしたいと思っています。さて、お悩みです。うん、ズバッと解決しないかも、タナピオ相談室、うん、イエイ。空港では台湾のファンたちが電波組のメンバーと一緒に写真を撮りましたが、はい、なんとファンたちが喜びのあまりに誰も撮っていませんでした。あら、ん、あ、ファンの人は撮り忘れたわけだ。なるほどね、こっちお願いしますと、スタッフとかしか撮ってなかった。ほう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 。というわけで、なんとか解像度が高い写真が欲しいです。 お願いしていただけないでしょうか。どうすればいいんだそれどうしたらいいんだろう。私がみんなとつながるツールはツイッターと、あ、ギガファイルにあげたやつをツイッターで投げる。あ、そうやってアドレス分かっちゃうね。分かんないんだっけ。まあどっかにあげて、それファイアストレージとかに。そんなに重い。あ、でも重くないけど、何枚もある。いや、何枚もじゃないけど、うん、直接あげちゃうとさ、圧縮されちゃうでしょ、ツイッターだと。あ、そうなの、うん、粗くなるよね。どっかのウェブ上にパッてあげるのがいいかね。じゃちょっと今フェイスブックとかは、フェイスブックに上がってるよ多分、電波組のフェイスブックに高解像度版を上げてもらってさ。じゃあさ、ちょっとさ、今さ、うん、ツイッターに上げてみるからさ、大きい版を。圧縮されるかな。でもちょっとまあ勘弁ね。うんうん、リアルタイムだねそう、これは生放送なのです。よし、これ使用して、うん、タヌピヨ、タヌいっぱいある、ネムダイエット、タヌピヨネムダイエット。でもじゃあダイエットの方はどうだった。ズバッと解決ズバッと、ズマンモ、ズボッポ、これでどうだ。それでは、はい、ズバッと解決。よしよし、してるかな。もう一つお悩みいきたいと思います。柱譲さんからいただきました。タナさん、ピヨさん、こんばんタヌピヨ、こんばんタヌピヨ。お悩みなんですが、最近これといってハマっているゲームがありません。おすすめのゲームは何かありませんか。
自宅でゲームするのが難しいので、そう 3DS のような携帯ゲーム機のものがいいです。よろしくお願いします。理想の彼氏アプリがあってだな。アプリじゃん。このお聞きください、この島の音。美しい島。あ、まあまあ動物の森もいいんですが、日付変わって本日なんとですね、 3DS のゲーム聞いてない。あ、いいよ、どうぞ。あどうぞじゃねえ。ノコギリ食うかったけど、ノコギリはまあいくらだと思う。ノコギリはそこそこだった気がするぞ。何かと入れ替える。でね、今日ね、日付変わって今日、うん、3DS のアイカツシンデレラレッスンが発売になります。そうだったっ。それでしか手に入んないカードがあるんだよ。 あのさ、今日ね、ヨドバシ行ったら、はい、普通にケースが並んでたから、おえ、フラゲできんだと思って、うんうん、カウンター持ってったら、こう店員さんもおってなって、うん、あれって、はい、ない、ないって言って裏に行った後に、うん、あ、こちらは明日発売なのでご予約ですかって言われて、はぁって、それなら置いてあるところにもっとなんか書けばいいよねってなって、和歌と2人で、うん、あのゲームコーナーのアイカツのランキング荒らしてきた。すがですね。でもちっちゃい子がすごいやつ、ちっちゃい子 やってる時に行ったの。ちゃんと並んだよ。そうだけどさ、気まずくない？桐島さんがズバズバ言ってたんで、私もかっこいいな。だいたいお母さんが一緒に、お母さんちゃんと見てんの偉いよね。そうだね、心配だよ。いや、私がお母さんってやっちゃうよ。え、あー、そこみたいな、覗いて、タタタン、テンタン、テンタン、お母さんがやってほら、パーフェクトよ、ピカピカだね。ほらほらほら、ミントグリーンのアイス買ってあげる。違うの、違うの、タコ買ってあげる。ああ、やりだした。ビーバーにやるわ。ビーバーじゃん。ちゃ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 、キュッキュッ。小指のね、キュッがね、スクラッチが。そしてミリになるということでね、あのゲームやばい気がする。みりんをどんどん生み出してるから、将来のみりんを。あのね、私ね、うん、高田のババアを荒らしてた時に、うん、何をしてたんだろう。違うよ、アイカツだよ。怖いな、あ、アイカツ。何のだよ。そういう時代があったのかと思って。違うよ、ババアのあたりちょっとやってたんですよ。どっちじゃなかったから、別に。というわけで、やってたんですよ、うん、だからみりんがね、一緒に来てくれてて、うんうん、微妙にパーだったんだけど、うん、あ、アドバイスアドバイスみたいな、うん、このパーなんたらなんたらができないんやっつって、うんうんうん、だから横で、はい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 ってやってくれて、うん、私が、うん、うん、うん、それに合わせてやったんですよ、うんうんうん、パーフェクトいこう。すげーみりん先生、もさすがなんですよ。さすがっすよ。どうなってんすか、みりんさん。やらないの、いや、買っちゃうじゃん、カードをね。カードがあるの、アイカツカードいっぱい買っちゃうと、メインさんの本業のビーマニがクレが減ってしまう、給料。なるほどね。でも、メインさんにはね、アイカツのちょっとレベルでは満足いただけないんじゃない。多分ね、ダメだった。対象年齢10歳くらいかな、8歳前後かな、思ってるけど。でも、もっとちっちゃそうな子はもうバリバリや。いや、すごいよね。うん、それにしてもカードが揃わないわね。ねえ、全然プレミアムが出ないのよね。お金がないわよ。どうよ。たかも動物の森に逃げてしまっているわけだし。そうなの、そうなの。この時間は島の虫がたくっている。どうしました。私夜の、うん、夜の型の町にしたよ。町？村？私も夜の町にした。夜の町ってあるの。本当、攻略情報が結局書いてあった気がするけど流れてしまう。じゃあ、え、あれだよ、すっかり喋ってたけどメールを読もう。二人とも可愛いって言われてんのかと思ったら、服可愛いだったよ。どうもどうも、可愛いやろ。どうも、
でもね、これ来すぎてもう超ケバだってきちゃった、うん、どうしよう。また買えば。ないよ、これを切って。え、なんか原宿とかであるよ。本当、うん、同じやつあるかな。あるある。だって売ってたの去年だよ。そっか、でも今もう猫になっちゃってるね。そう、今年は猫なんだよ。でも、そう、この間すげー気の抜けた感じの猫の絵があってこれはー、そうそう、世代交代かなって思ったんだけど、うん、なんか迷ってやめちゃったの。こんなさ、可愛い子がさこの間これ着てぬぺーんとしてたこれ着てちょっととある、ちょっととあるお仕事に行ったら、うんうん、スノーちゃん子供のパジャマみたいな着てるねって言われてでも確かにとしか言いようがないよね。そんな、これはね原宿でトレンドだったんですよ去年。でも原宿の入り口の方なんだよ。原宿のただ1店舗の中で売り上げナンバーワンって本当だもん。ちょっと分かった。中学生とかが着てるのよ。そうね、うん、着てないと。ピンキーとか着てそう。確かにピンキーの、ピンキー何着てる。あの人もでも趣味小学生だから。そうなの、うん、私もでも子供っぽい服ばっかり着てしまう。大人っぽい服ってなんかね、足が太いって似合わないんですよ。え、そんなことないでしょ。いや、まずニーソックスが似合わない。私も今日はニース履いてるけど、うん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 、今年の夏全然ニース履かなかったもん、うん、そうなんだ。あ、でもあれだよね、短い靴下。そうそう、短い靴下履いてたな。そう、だからお便りを読もうと思ってそうというわけで、今日は、実はテーマ、今日のテーマが何だっけ。そう、泣く泣く手放したものとなっておりまして、皆様からのお便り、はい、ギリギリまで募集しておりますので、ぜひぜひ。そんなのあったなと思ったらない場合は動物の森やるぞ。やるぞ。でも結構来てるんだ。というわけで、普通のお便り、ソータのコーナー。ではでは。じゃじゃん。何しようかな。お。お、お。お。では、ノンシュガーさんからのお便り。スーちゃんにもきゅん、こんばんは。こんばんは。もう今日とか寒すぎて、そろそろ朝起きるのも辛いし、外に出るのも辛くなり始めて、引きこもりたい衝動に駆られる季節ですね。雨とか降ったりした日にはもう息が白くて。しかし、いろいろとイベントがたくさん、うん、個人的には明日アイカツの 3DS ゲーム発売、11月21日はアイカツの CD シグナライズカレンダーガールが発売、そして11月25日のアイゼンワンマンからのアイカツ CD 発売イベントからのサードディアステージワンマンということで、アイカツ尽くし。もちろんアイゼンの CD もワンマンも超楽しみなんですけど、いろいろとありすぎて月末には思いすぎていそう、うん、忙しい。難しい。ワンマン見たいね。どうなるね。なんか意外となんかね、忙しそうなんすよ。どうなるの、わからん。謎だ。くー、見たいな。なんとかなるといい、ね、私ファーストは出てないんですよ。そうだよね、ファーストは結構ショーケースに近かった気がするし、一人ずつどんどんどん出てきてやばいぞ。ファーストのさ、うん、M なんだっけ、メム、メメ、メモ、なんかあったじゃん。メメミリン。違う違う違う。え、モキュンとかも入ってるユニット。あ、それはね、ワンマンじゃないよ。あ、ワンマンじゃないんだ、うん、あれ何？あれは初めてリアステージが、うん、外部のライブに出たのね。なんだっけな、アイドル、アイドルなんだっけな、アイドルミックス。そう、それで。その当時アバンでそれを告知するにあたり、みんなで口に出せばみんな洗脳されてくるだろうって洗脳式スタイルの告知があった。本当は放送では禁止されてるやつだ。え、そんなことない、サブリミナルみたいな全然そんなことないんだけど、なんか小学生の卒業式風に、なんか僕たち、私たちはみたいな感じで、明日は楽しい、楽しいアイドルミックス、私たちの初めてのアイドルミックス、おたげ頑張る、
アイドルミックスみたいなことを毎晩やってたら、うん、結構みんな来てくれてあれをね、みりんさんが言ってる時が一番似合ってた。楽しい楽しいアイドルミックスって言って、池袋のロサで初めて光のキャンベルをやったのにみんなついてきてすごいよねびっくりした。キャンベルは正直お手芸打ってたらもう何でもぽいって感じ。あとその時にレムっていう伝説の それレム、みりん、もふく、めめ、マオン4人か。そう、全員ね、うん、M 名前にが M から始まるからリターンリン、うん、M って書いてレムっていう、まあ、その一夜のみの、うんでラブパワーやったんだよね。やつだ。そのためにね、目的で合宿したりとかいろいろやって楽しかった。楽しいよね。お腹が空いてチャイナクイックを頼んだり、みんなで発声練習をしたり。終わった後に私はチェキを100枚ぐらい書いたり。すごい疲れた。そんなことがありました。懐かしいな。ではいはい、でお題の泣く泣く手放したものですが、まさに今年の3月泣く泣く手放したものがありまして、それはバイク。もともと今の家に引っ越す時に暗黙でバイクを駐輪していいですよって仲介業者に言われて、他の物件に比べて5000円ほど家賃が高かったけどそこを選んだわけです、うん、ところが1年ちょっと経ったところで急にマンションの管理会社から無断駐輪はやめてくれと警察経由で連絡があり、結局バイクを移動させるなどしなければならなくなったわけで。それひどくない？訴えられんじゃない？まあでも暗黙なんとも言えないかな。暗黙だからか。東京だとなかなか安いバイクの駐輪場もなく、結局今年の3月にバイクを業者に売る羽目に。あら、売ったお金は生誕で消えました。20歳くらいから大阪に住んでいた2年半以外はほぼずっと二輪的なものに乗っていたため本当に寂しい。また結局今年の8月にマンションの更新に行ったので、再来年引っ越したらまたバイクが欲しいな。今バイク乗りたい。可愛い原付みたいなの乗りたい。やだ。だってなんか怖いんだもんバイク。自転車の延長みたいなのでいいよ。そう。テケテンっていう感じ。でもスーちゃんはなんかスクーター、可愛いスクーター似合うと思う。カブみたいな。あ、わかんないけど。なんかすっごい昔にパフィーが宣伝してたやつが可愛いってなんか思った。スクーピーみたいな。あ、そうだ。名前まで覚えてる。なんかそういうの。でも雨降ると乗らない方がいいっていうし、スコーンってね、うん、怖いんだよね。かっこいいやつ乗りたいけど仕事が仕事なんで禁止です。バイクはね、何かあったら全部ボディに来ますから。落ちるっていうのがちょっと怖いかも。お、続きまして TK ラモンさんからいただきました。久しぶり。普通おたお悩みどっちでもいいや。ネムキノさん、スノーさん、お久しぶりです。お久しぶりです。僕は最近秋葉原の某カフェに通っています。あ、知ってる知ってる。そこで働いている某地下アイドルの子に猛烈ガチ恋の真っ只中。彼女いなかったっけ？一応言っときますがディアステではないですよ。知ってる知ってる。そしてその子の笑顔を見るたびにビビタブが熱くなります。そこだね。そこ、このあのビビタブが暑いんです冬なのに。いやー、これおかしいな。どうすれば治るんでしょうか。ぜひ教えてください。知らないよ、他店の相談なんて。どうでもいいよ。秋葉原ディアステージっていうところが近くにあるんですけど、うん、耳が暑いんでって言ったらお冷やとかかけてくれると思うので、バッすげえ店は私がかけに行く。ぜひお越しください。頭からかけてやる。ひどいな。続きまして、ポルテロさんからのお便り。はい、スーさんに向けたヌピオ版は。タヌピオ版は38度の微熱とダンスをしていたポルテロです。かけないポルテロかわいそうだ。かけない。タイペイペイネムキュは懐かしくないか、そのネタ。ショヘイヘイだよ。電波だけにやっぱり、電波は国境を越えたね。海外へは1回しか行ったことがない僕ですが、ワクワクしながらユーストリームを見ていました。さて今回のお題、泣く泣く手放したもの、それはつい最近メイン部長のライブチケット。
お、あら、泣く泣くて話しました。10月の13と14はメイン部長のツアー大阪から電波組南ホイールというジェットコースターのはずでしたが、前日からの本格的な腰痛、これは2とは追えない。そこで握りしめたのは電波のパワー。お、広角とかっこいいですが、うん、南ホイールも最前までは行けずにヨレヨレでした。唯一の救いはメイン部長のチケットをファンの方に譲れたことですね。今年の後半は風疹やら腰痛やらで満身創痍でしたが、それぞれの現場で戦いました。少し早いですが来年も戦場に立ちたいと熱望します。そのためには健康をキープ、お二人も季節の変わり目お体にお気をつけてください。推進、来週のテーマにタヌピオ流行語大賞はいかが？いいね、来週はそれにしよう。アイカツ、タヌピオ流行語大賞、アイカツ、アイカツ、なんだろう、サイン見てないの？あ、まだ見てない。あ、ごめん、そうだ、サインの練習してるやつ。すごいよ、常に掛け声は。アイカツ、アイカツ、アイカツ、体育会系なんだよね。そうだよ。続きまして、翔さんからのお便りです。タヌさん、ピオさん、こんばんは。こんばんは。さて、今回のテーマについてですが、僕の場合は正確に言うと、いつの間にか捨てられていたので泣いている暇もありませんでした。嫁がいるとね。捨てられていたのはデニムのトレンチコートや、血まみれのパンクシャツなど。あー、まあ無理だろうな。服の整理をしている時見当たらなかったので、カミさんに聞いたら、もう着ないでしょ？の一言。確かに太っていた時はボタンが止められなかったりして着てなかったけど、まさか捨てられているとは思えませんでした。当然文句を言えるわけもなく泣き寝入り。今度はスカジャンやライダースを捨てられないように気をつけます。かっこいいね。うわ、これは怖いわ。これはでも普通にかっこいいのよ。血が本当にダメだからいつもの、あ、いつもの素顔だな。でもコリンさんからお悩み届けました。デブさん、スノーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。もう少しで12月になりますね。12月25日までになんとかしてるんですが全然ダメです。何かいい方法ありますか？ないないない。なんとかしてるんですがダメですって、なんとかなってないからね。目に浮かぶよ。すげえ、タモコリンが頑張ってる様子が。いやー、12月だな、チラチラ。でもさ、12月25日さーって言うのダイレクトすぎない？いやー、年末とかチラチラ。暇だな、後半下旬、下旬暇だな。わかんないよ。あ、なんかイベントやるよ、リアステ。そう、おいで、うん、おいでおいで。寂しい者たちでイベントしましょうよ。なんか違うことするか。私さ、こう数年のさ記憶を振り返ってもさ、仕事しかしてないんだよ、うん、そうだよね、そうなの。いや、まあ、仕事すればいいじゃない。でもね、仕事もなかったらと思うと、なんかね、仕事があってよかったな。私のネイルしてくれてる人が、うん、去年の、うん、クリスマスは何してましたかって言われて、ライブだったんで、もうライブみっちりやってましたよ、みたいな。そしたら、私、出勤規模出したのに休みになっちゃったんですよ。できればよかったな、みたいになってて。今年は絶対出勤しますって言って出勤したいな。みんな出勤したいんだって。でもみんないなくてみんな出勤したいから。珍しいわね、女子の多い職場でね。だからタモコリンはネイルサロンに行けば25日で、この後よかったらお茶でも。これどうでしょう。頑張って出来になるかも。正気はネイルサロンにある。でもなんかそのね、女性ばっかりの、まあ萌え産業はダメだけどさ、うん、でもちょっと余計怪しいか、そんなことしたらね。綺麗なお姉さんが働くとこでナンパとかしたら余計ダメだ。難しいな、難しいな。ネイルサロンの前でサンタの格好をして捕まるだろ。いや、そんで、いやこれ最後なのに売れねえわ、最後のケーキ誰か買ってくんないかな。
やってること一緒なんですね今とね。そう、結局11月から1ヶ月チラチラしてたっていう腐り果てたケーキ最後の1個ってサンタの格好で11月にいんの？違う違う、なんかケーキ売りの人いっぱいいるじゃん。あ、いるね、いますいます、ね、それに扮すれば、うんうん、路上うろうろしてても怪しまれないわけよ多分。うん、多分、うん、うん、そうね、そうかもしれないね。できない、クリスマスはね、キリストを祝ってください。でも、スワイカツ今月21に出るんですけど、確か次は12月26とかなんで、うん、あ、全然予定あるじゃん。じゃあ、ね、なんかやってるとしか思えない恐ろしい、いろいろありそうですね。ディズニーランドとか行きたいな。なるほど、もう何年行ってる。ビスコとリュウ君誘おうかな。あの二人とも今月は行かないってすごい我慢して、嘘、誘おう。なんかね、我慢して何か頑張る、まんまかな。あ、じゃあ来月誘おうかな。そうそう、今月はっていう。なるほど、そろそろ締めに入らないといけませんよ。今年のクリスマスはテレビアニメアイカツライブオーディションシングルのフラゲ日。お、よくわかってるな。やっぱもうここに来てね、ノンシュガーのフォロー最強だ。ノンシュガー先生がだいぶ色めきたってらっしゃる。ノンシュガー先生正直ね、うん、でも今彼女いないんじゃないですか。ノンシュガー先生はね、浮いた話ありそうなの。ノンシュガー先生リア充トークいっぱいお持ちですから、ね。もうなんか思い出が多い。あ、ずっとね。割とそうなんじゃないかな、ここって。え、行かせて。竜宮城だから。え、わかんないけど、彼女いるんすよって言ってきてた人がいつの間にか、あれ、あ、ピンになった。ピン。あ、ですね。ソロンカツ。ダウンカツ。ソロンカツ。っていうことが結構多い気がするし、いやして楽しいから彼女の誕生日忘れちゃったな。あ、振られちゃったな。ダメだよ。スーリちゃん、あだね難しいところ。彼女は彼女25日6代目勘九郎襲名披露の歌舞伎あんの？行くよ。取れるかな。もうないんじゃない？絶対イベントだよな。行きたい。さすがに。え、今更やんの襲名？ん？そういうもんなんじゃない？結構。え、行きたい。頑張れ。無理かな、やっぱ。絶対仕事だもんね。うわー、行きたい、襲名行きたい、お願いします。天の声にお願いするしか。いいなー、歌舞伎行きたいなー。今月行けてないなー。私も今月プロレス行けてなくて寂しい。なんの、そう、よく考えたらね、うん、4月に観戦デビューしてから見てない月ってなかったの。おう、毎月絶対1試合から3試合くらい見てたんだけど、3試合 1大会から3大会、うんうんうん、今月はなんかタイミングが合わなくて、今月なんか忙しいんだよね、うんうん、このままでは禁断症状が出て、ああ私も全然七之助さんを見てないんですよね。寂しいよね。みたいな。でもなんか今ね、やってなかったんだよな。どっか違うとこで公演してたんじゃないか。うん、そう。だから七之助さん見たいよ。うん、そう。ついこの間も田中氏の誕生日があったのに、私ったら何もできんすよ。っていうか何ができるよと思って分かんなかった。確かに何、本当に何もできない。ギフトプロテインぐらいですか。プロテイン多分ね、いくらでももらえるんだよ。そうだよね押してるプロテインがあるから、うーん、スポンジから。え、そう、そっか。いやもうもうもう
KBS でプロレスやる。 KBS？ KBS 京都、うん、あ、でもね、あれなの、アックスでプロレスやるの。それを見に行きたいんだけどさ。可愛いキャラデザイン担当から歌舞伎グッズデザイン担当になった。え、中村？中村系？中村系だったらさ、本当にさ、使える系のグッズ作ってほしいんだよね。使える系？あのね、あんまりね、普段使いできる歌舞伎グッズってやっぱなくて、まああんまり思いつかない。中村推してますみたいな感じのグッズ欲しいんだよな。なるほどね。中村派なんですよ。中村フィギュアとかないわけ。フィギュアはやらないかも。適当なこと言ったけど。あ、でも欲しいかも。あのね、そう、え、この話したかもしれないけど、うん、ハイバネの映画をね、見に行った時に、うん、なんかそう、エレベーターにさって乗り合わせた人たちが、うん、なんか喋ってる。で、そのカバンにね、タイガー の、うん、あのフィギュアストラップがついてて、うん、この人たち同じとこ行くわと思って、うん、エレベーターの中で一人で、うん、そうこのエレベーター台湾にファン 100% じゃないみたいな気持ち悪い気持ちに気持ち悪い気持ちあっみたいな。そうなの。でもグッズ難しいよね。私もね、勢いでね、新日本プロレスのライオンのマークなんだけど、うん、ライオンのマークがわーって入ってるリュックをなんか買っちゃったんだけど、使うのすっごい難しくてこれどうやって使ったらええんやーって、これここにすごいんだよ。なんか真ん中にジップがついてて、ジップをバーって開けるで、パッて開けるとライオンがガオーってなるようになる。かっこいいじゃんみたいな。かっこいいんだけど、超かっこいいじゃん。難しいの使うのがもう今やなんで買ってしまったんだろうの域に達してきて、どうしたら貸さればいい、うん、なるほどね。歌舞伎座の あそこね。わかりました。どのプロテインか教えて。グリコパワープロダクション、おー、グリコやつです。そう、美味しいんだよね。私なんか、あ、ちょっと台湾で、うん、書店さんの仕事したの、うん、うんうんうん、台湾に見せてくれた。あ、台湾。そうだよね。そうそうそう、向こう、うん、結構向こうでも放映するっていう話がもう1期か2期の終わりにあったくらいだから、すごいよ。エヴァは同時だったり、うん、いいんすよ。台湾にもまた映画があるし、明らかにピクシブに上がる数が減りました。まあそうだよね。悲しい。みんな、まあもう今黒子じゃん。そう、黒子ほんと多いね。だよね。黒子とね、あとなんかもうほんとみんなチリチリになる。ヘイトとか、うん、マギとか。あ、マギもちょっぴり。マギ、あとはそうだよね。青エク。青のエク。とか歌舞伎こそしてライブめっちゃ後半ただれてくると思う。ドロンドロンになっちゃう。じゃあちょっと喋りすぎたところで1時が近いとなる。歌よりも新しいのさそうさそう。なのでそんなわけでのぞみさんケースすごいギラギラしてる。推しメンが誰？ポケモンの人。わかんないよ。ポケモンやったことないんだよね。プラニア、プラナ、女子力、女子力かな。なんか小学生の DS を目指してんの。私すっごい味気ない。超普通。すごいいいと思う。いや、なんかやりたいなと思いつつ、結局こっちもなんか結局何もないし、全部こんな感じ。なんか子供がすぐベタベタ冷蔵庫にシール貼っちゃう感じを目指して。ノーギーク。お、じゃあ最後に一つ、タカミーさんから。おー、タカミーいただきました。タルさん、ピアさん、こんばんは。こんばんは。タカミーだよ。最近入社してから一番の忙しさで仕事が次々降ってきます。降ってくるものを華麗にかわしたいのですが下っ端なので無理みたいです。そんなこんなで乾燥する季節のせいか肌が荒れます。どうしたらいいでしょうか。
肌が荒れます。2回オリーブオイルでも塗ってればいいのでしょうか。クワ髪ねガリガリだからね、うん、そもそもの脂肪がないと思う、うん、そうだからまあでも保湿です。保湿油を飲む担々麺とか。そうそう中から大事だよ。私も油取ってるから多いから。私もでもな化粧水は結構あれなんだけど、うん、人によるんだけど最近ファミマとかでも売っている、うん、天使の好き、ね、いいよね。天使の美肌水かなってやつがあるんですけど全身に赤ちゃんにも使えるみたいな割と優しいやつで、うん尿素配合って書いてあって尿素がダメな人はダメらしいんだけどそんなにダメな人はあんまり周りにはいなかったから、ね、当たらなければ大丈夫割と万人受けする優しげな化粧水なのでいくらだっけ700円か800円くらいだと思うんだけど結構いっぱい入ってて100円以内だね、うん、でねなかなかいいのでお風呂上がりや洗顔の後にそいつをちょいとしてから眠るといいのではないかな。ちなみに洗顔の後は30秒以内につけましょう。男の子って化粧水つけんの？最近はつける人多いらしいね。男性用なんだろう。そっか男性用の CM とかやってるねそういえば。でもそうだねなんかあれかなビジュアル系男子がとかがいるからかわかんないけどお白い化粧水とかを使ってる人がいてサラッとするってことなんかねその化粧水つけると若干のファンデ効果がみたいな、すごくない？そんな男の子ちゃんとバッチリしてるわけじゃないけどうわあ、私だった今の言うじゃんあとね、タカミね、うん、あつけんだ化粧水つけてるね天使の美肌水を塗ってから私は寝る前に、うんスチームクリームっていう、うんうん、いろんなカンカンが出てて可愛いクリームがあってすごい気になってたやつをね今年の誕生日にもらったんだけど、うんうんうん、それ超大事に使ってて、うんうん、寝る前にそれをあでも細いからな高見は私はリンパを流してから寝るの結構こってりつけてグーッと顔を揉んでから寝るんですけどそれで相当ね保湿されますちゃんと首も塗るようにそうなんです、ね、年齢は首に出るのよ結構大事かも。まあクリームも肌に合いそうな優しいやつでいいんじゃないかな。うんうん、かなかな。な感じで、うん。ではでは。こんな感じで。いやなんか割と女子力の高い話題を最後に提供できたんじゃないかな。そうね。もうなんかね虫とか取ってるだけじゃないのよ。私たち女の子なの。そうスチームクリームほんといろんなとこに売ってるんだけど缶がほんと可愛いからへえ知らなかった、うん、スチームクリーム全身使えますドンキで売ってる売ってないガンそういうんじゃないけど光絵とかかも売ってないじゃんそんなのどこでも売ってないじゃん嘘つき行くじゃん光絵ぐらいよ行ったことねえわもうアトレとかに置いてアトレも全然行かないえガリは通路トイズファクトリーに行くまでの通路ひどいそうそうじゃないよそうまあまあそういうことそうだね分かった分かったでは、はい、来週はタヌピオ流行語大賞ということで別にタヌピオの中に限らず俺の中で今年はこれだったという言葉でも構いません、うん、ぜひその場で流行した場合対象になります私ね、みりんちゃんとの間に5個ぐらいある、うん、超ニッチだけどニッチ丸い系ラブっていうのが入ってて何それまあそれを来週話しますねあ私もでも昔日記の最後とかにラブってとりあえずつけてる時がちょっとなんかゆるふわじゃんいやそういう意味でもないなんかそれを書くことによって笑えるハッピーいやなんか私がねダンスレッスンまあいいや、うん、来週ねではでは、うん、そんな感じで、今週も遅くまでありがとうございますありがとう眠いよねもうね来週もまたこの時間にお会いしましょう相手吉川スノート姫美眠でしたバイバーイ